どうも、お酒は立ちなってかまさやんです。こんにちは。今日は2019年の12月の15日でございます。はい、札幌生ビール黒ラベル飲んでおります。はい、私広島県北部に住んでるわけでございます。そろそろね、雪も降りそうなんでね、スタッドレスに、変えようと思いまして、私自身はね、いつも自分でタイヤ交換するんですけども、今日変えようと思ったら、ジャッキでさ、上げてさ、で、外してさ、タイヤとかもネジっていうかな、なんかしなきゃボルトっていうかわからんけど、外して、そのタイヤを抜こうとしたら抜けねえんだよ。もう全然抜けない。あれと思って。で、親父呼んで話して、あらーみたいな。どうなっとんじゃこれみたいなことになって、行ってこいってことでね、私のメーカーにちょっと電話してね、予約して、そのまま変えずにね、行ったんですけども、なんか、ホイールの真ん中とかがなんか錆びてたのかな、錆びて膨張してて、なんか固まったのかな、わかんないですけど、はい。それで、こんなことになっちゃいました、みたいな。まあよくあることですみたいなこと言われたんですけど、はい。結局、もうめんどくさいんで、じゃあ全部交換してくださいということでね。はい。3000持っていかれていくということでね。まあしょうがないっす。はい。まあね、ほんと、久々、ちょっと雪道を運転することになりそうなので、ちょっとね、事故だけには気をつけてやっていきたいと思います。第3学習。はい。決勝中限2週間超えまして、戦争も勃発しておりますね。はい。まあ今の状況ですか、簡単に言うと、やっぱりね、まだ戦争らしい戦争ではないというか、まあコロニーはできてて結構ね、殴り合ってはいるんですけど、まあ参加率から見ると、まあ1割 ?2 割、まあ敵も味方もね、2割いってないでしょうね。やっぱりこの時期はどうしてもね、今日だと土曜日なので、日曜日なので、山菜取りたいっていうのもあるし、やっぱ育成したいとか、勢力値上げたいっていう中で、なかなかね、戦地に出ていくっていうのもね、ちょっと迷ってしまうっていう方もたくさんいると思うんですよね。まあ、同盟によってもいろんな指示が出されてて、この決勝中継の戦い方っていうのをね、皆さん、まあ、模索してる最中であると思います。はい。まあ、レベル40部隊、殲滅部隊は結構やっぱりもう前線に来てて、まあもちろんですよね。もう、ジョークレベリングとか土地レベリングできないんでね、もう戦うしかないということで、まあ、レベル40部隊っていうのはね、ガンガン来てます。あとはまあ、オセロ隊とか、土地取り部隊みたいな感じで、やってて、まあ、うちはちょっとね、若干押され気味ではあるんですけども、まあいろいろ考えながら、まあこの年末忙しいながらね、まあ楽しんでいる状況なんですけども、ちょっと僕、まあ戦ってみて分かったことがあるんですけども、レベル40、ね、レベル40がまあ基本的に頭打ちで、そっからまあ対人でしか経験値得られないということで、なかなかレベル41に上げようと思ったらね、きつい。きついんですよ。ずっと前線レベル40部隊張り付いてるんですけども、全然上がんねえということで、なかなかね、今後天下体制2回あって、その経験値アップですか、が2回あるんです。30% アップと 100% アップっていうのがあるので、まあそれでどこまで上がっていくかっていうのはね、気になるところではあるんですけどもね、なかなかちょっとレベリングっていうのはきついのかなって思うので、まあ部隊編成に関してもね、レベル40部隊だったら結構ね、5部隊どころか10部隊ぐらいね、普通に編成することもまあ可能なのかなと思うんですけども、やっぱり今前線においてはかなり、めくりですね、オセロですよね。これが、やっぱしんどいんですよね。はい、しんどい。で、ちなみにまあ上位陣というかまあ、名声6000か8000か忘れましたけど、そこら辺の方々は、やっぱり領地防御ですかね。耐久値を160に上げるというのは、やっぱり最優先で、個人技術を取得されているので、なかなかね、一発でめくれないっていう、事案が発生しております。でね、で、今一番流行りのスタダ部隊って言われる、
僕も使ってますね、銀平、そして、新楽チェーキ、これです。これがレベル40だとですね、工場値が152なんですよね。ちょっとめくれない、ちょっとめくれないのが結構ストレスに感じることもあるということで、なんかこの前半っていうのは結構めくり合いな戦いなんですよね。なのでその中で、しかも深夜モードがあって行動制限もあるという中で、このレベル40での工場値っていうのは結構ね、僕は重要というかポイントになる、前半でねポイントになるのかなと思います。はい。で、ちょっといろいろ戦歴からね調べてきたんですよ。はい。でスタダ部隊とか、まあもうね結構コスト9.5とかで組んでらっしゃる方もたくさんいるんですけども、まあそこら辺で、レベル40でね、工場値160を基準にして、したときにね、まあどういう風な舞台がまあいいのかなというのをね、ちょっとだけ調べてきたんで、今日はね、それについて喋っていきたいと思います。まず、制服シーズンに入って、まあコスト8になったんですけど、一番流行ってた、対指示、新楽、リャーマーです。これがね、レベル40の工場値が119とだいぶ低いですね。だいぶ低い。まあ、突然においてはね、十分問題ないんでしょうけど、めくりにおいてはね、これはちょっと厳しいということでございます。で、次に流行ってた、さっき言った、勘銀平、新楽、チェーキ。これが152です。152。これがね、ストレスだ。はい。で、すでにね、もう結構上位陣の人は、もう舞台を組み替えてね、レベル40の強い舞台を、編成してるわけでございますけど、その中で一番きついのが大環球。大環球のレベル40のちょっとデータが取れてないんですけど、おそらく145とかそこら辺のラインじゃないかなと思います。はい。ですので、めくれない。めくれません。一方ですね、スタダ系でちょっと注目すべきのが、各新楽チェーキ。はい。これが160超えます。めくれます。はい。ですんで、これね、なかなか、いいんじゃないかなと思います。まあ、核を使うのがね、最初いろいろしんどいとこもあるかもしれませんけど、核侵略中期強いし、結構銀兵とか多いんで、僕もね、ボロ負けしたんですけど、まあ、銀兵抜かれたんですけど、レベル40対決で。核使うの強いかもしれません。はい。そして、ゴレンジャイ。ゴレンジャイですね。ゴレンジャイも160超えます。超えます。164だったかな。ということはレベル40でね、塗り替えできるので、まあ、5連の運用っていうのもね、結構いいんじゃないかなと思います。そこそこ速度あって、結構ね、まあ、オールラウンダーというか、結構土地も取れるし、めくれるっていう意味では、5連の運用も序盤でね、あれなんじゃないかなと思います。あと、最近の強いので言えば、各軍長戦チェーキ。これも160超えますね。超えます。はい。結構見ます。はい。これも強いですよね。そして、最後、食警兵ですね。食警兵も160超えます。はい。ということで、結構ね、ここの160工場値、レベル40での160工場値っていうのが、僕はね、意外や意外。はい。一つのね、前半というか、まあ、序盤のね、戦い。この決勝中限の今後の、まあ、流れとして、まあ、まず間違いなくですね、各同盟ですね、争奪中に早々に入ってですね、まあ、出生中より早くですね、争奪中のレベル3条とか4条とかを、まあ、獲得していく。で、どんどんね、高レベル土地を取りながら、進んでいって、自軍の土地を展開していくと。自陣、コロニーも作っていくっていう動きがおそらく主流でなるかなと思います。出生地にこもっていては多分ね、もう気づいたら争奪地全部持ってかれてるっていうことになっちゃうでしょうから、おそらく今後もね、まあ早い動きっていうのが主流になるのかなと思います。はい。で、まあ戦争時ですね、今期は同盟ね、例えば僕南部連合いるんですけど、まあ揚州で立ち上げてるんですけども、慶州ですとか益州の方でも入れるんですよね。まあその関係上結構距離があったりして大変なんですけども、まあ主要移転っていうところでは
まあ、ソーダ州への移転っていうのもね、結構積極的にやっていいんじゃないかって前のオフ会でもねちょっと喋ってたんですけども、今回のね仕様で一応ソーダ州で陥落してもですね、出生州には陥落ワープできない仕様になっておりますんでね、ソーダ州内でのワープはできるんですけども、はい、ですからまあガンガンね移転して、戦地より距離を詰めてですね、戦いやすくしていくっていう、まあ、動きも、まあ、今後ね見受けられるんじゃないかなと思います。はい、でちなみに X031 ですか、ここねちょっとやっぱりかそってるよ。うん、だいたい一つの州が150人ぐらいなんですよね、動いてる人数が。これはちょっと少ない、せめて200ぐらいは欲しいかなというところで、もう土地がさもうガラガラというかね空きまくってるんで、まああのねすっごいこれありがたいことなんです。僕22サバの時名刺やってたんですけどね、主人戦で、もうね仕事の半分ぐらいがですね、まあ土地クレーム対応みたいな感じだったんですけども、今期ですね、まあ、奇跡ですよ、奇跡的に土地クレームゼロというね、これはねまあいいにはいいんですけど、ちょっとやっぱかそってる。まあそのどこでも飛べるその軍営がありますよね、陣営軍営があるんで、まあそこでワープできるしね、味方の土地掴んでもそのワープによるそのトラブルもまあ少ないっていうのもありますしね、ガラガラっていう山菜のトラブルも全然ないし、なんかそれはそれで僕はありがてえんですけど、まあ、ちょっとかそり気味っていうこと、 X030 がどういう状況かわかりませんけど、これちょっとどうかなっていうのはね個人的には思ったところであります。まあね、まあいろいろ言ってもしょうがないので、今期はねこの今ね一緒にやってる仲間で戦う、しかないということでございますんでね、はい、まあいろいろまあ中国と日本でねいろいろ仕様が、まあ、仕様というか、まあ、その富裕層の数とかさ、スプレイ人数とかそのサーバー数とか全然違うとこもあるんでね、日本は日本向けで、前その復刻勝負をやってくださったですけど、まあ、日本は日本向けのその働き方改革じゃないけど、まあ、働く形とかさ、その富裕層の数だったりね、今のプレイヤーの人数だったり、まあ、そういうことを加味してですね、いろんな、まあ、深夜モード含めてですね、この決勝中限、今後セーブシーズンのこのエントリーシステム、線引くシステムもそうですけど、考えていただければいいのかなと思います。はい、ということで、お酒は立ちなってかませんでした。ありがとうございました。